報告します。現在降下地点を401中隊が集結地として確保。帝都侵入経路はすでに空挺12中隊が引き継ぎ済みです。各偵察隊が避難民の誘導を開始、すべてが予定通りに進んでいます。計画では空挺11中隊が汽水球に到着している頃です。正面広場を確保。事故の指示遅れ。